調査団の拠点アステラだ。調査拠点アステラ。調査するハンター、研究する学者、それを支える技術者、あらゆる人と物がここに集まるんだ。夜明けとともに作戦開始だ。来たぞ。行くぞ。少々お待ちください。はい。さて、第5期調査団の諸君、そろそろ時間だ。別れの言葉は必要ないな。この船に乗ったらもう後戻りはできない。もし覚悟が失われたのであれば、ここで引き返すことを進めよう。それではこれより新大陸に向け出航する。ごめん。君たちに導きの青い星が輝かんこと。新大陸に到着だな。あんたも準備完了。いよいよか。国を出てから長い旅だったな。あんた緊張してる？俺はそうだな、少し怖いけど楽しみ。ねえ、もしかしてあなた推薦組じゃない？キグ、俺たちもなんだな。名前を教えてくれよ。はい、というわけでここでキャラメイクが入ります。おお、
今まで自分が映ってないですよね。はい。で名前を聞かれてここでキャラメイクになるんですけど、今日はここちょっとじっくり見せます。はい、はい、今回ですね本当に細かい設定ができますので、まずあのこのプリセットってこれはね、こちらの方でご用意させていただいたものになるんですけど、まずとりあえずそれを選んでそこから変えていくということもできますので、はい、ちょっといろいろやってみましょうか。じゃあまず髪型、はい、顔型、顔型、顔ね、まずは輪郭をちょっといろんな輪郭を選べます。はい、まあ、ちょっと骨張った感じから丸みのあるものまでいくつか用意してもさせてもらっているので、まあ、好みの顔型をまず選んでもらって、次肌色、まあ白人から黒人まで、なんかどの色も自然ですね。そうですね、でこうパレットで選べるので結構まあ、自由にいい感じのところにセットしてもらって、次、髪型、この年齢です。あ、年齢、これね、まあ、これ大体ね好みの年齢が年齢、まあ、自分のキャラクターの年齢って大体こうイメージがあるじゃないですか、うん、おじいさんから若い人まで、はい、まあ、なので、まあ、好みの年齢してもらって、さらにちょっとシワの深さっていうのが、出ますんで、それでキャラクター性をちょっと、コントロールしてもらえればと思います。なのでシワの深さを浅めにすればつるっとしますし、うん、まあ、深くすればよりディティールが出る。そうですね、ちょっとこれをじゃあ若くしてください、はい、でしていくと、まあ、若い人、すごい、はい、すごいアプリみたいなんですけど、女子的に言うとすごい、はい、はい、まあ、アプリはでもシワの方はないです、ね、はい、まあ、こういった感じでちょっと年齢設定してもらって、次髪型ですね、まあ、この辺りは今まで通りな感じなんですけど、まあ、一応好みの髪型セットしてもらいます。で髪色も当然、あと今回男性も女性ももう分け隔てなく選べるので、髪型、まあ、ここからは好みですこの子に女性の髪型とかもはめれるんです。はめれるのははめれるんです。ほらでもなんかイケメンだから何でも似合う、はい、まあね、漫画に出てきそうなキャラになります。かっこいい、はい、で髪色ですね、まあ、この辺はパレットから選んでもらってもいいですし、カラーバーで微妙に調整してもらってもいいですね。細かいな、めっちゃ細かいです、はい、次眉毛ですね。やっぱ眉毛キリッとした感じから、まあちょっと柔らかい眉毛まで、一応眉毛の太さとかも、いくつか用意させてもらってて、で眉間の深さっていうのも結構キャラクターすごい変わってくるので、はい、まあ、このあたりも彫りが深かったり浅かったり、ちょっと 上目だったり下目だったりっていうのを選んでもらいつつ、次目、やばいゲーム始められないかも、はい、ここだいぶ時間かかると思いますよ、はい、目もこう丸みだあったり細みだったりっていうのも選んでもらいつつ、ちょっとポジションも、少し触れます。まあちょっと上目がいい人は上で、下目がいい人は下、どこ動いてるのか分かんないぐらい細かいです。目の位置どこどこ、目の位置です、目の位置が、はい、目の位置です、はい、でちょっと幅を広げたり狭めたり、まあ、この辺もちょっと微妙に調整してもらってすごい、はい、であとまつげの印象で結構キャラクター性変わるので、これちょっと、まあ、まつげも女の子で見せる、女の子だとね、うん、結構後で見せましょう、後でじゃあ女の子で見せます、うん、はい、まあ、こんだけ散々見せてますけど女の子の方もちゃんと見せます、はい、で鼻の形もこうちょっと突き出た人から丸みのある人まで、いますんで、まあ、その決めてもらって、鼻の位置もちょっとこう上下、うん、調整できたりもします。はい、水塚さん、まあ、ちょっと待ってもらっていいですか。はい、すごくお客様が増えてきましたので、うん、もうちょっとずつ詰められるところがあれば、前、前の方にお願いします。すいません、申し訳ないです。ここのめちゃくちゃ前方の方は多分結構ステージ長いので、あんま詰めすぎても辛いかもしれない。後ろの方ですいません、ご覧いただいている方もっと近くでぜひ見ていってください。すいません、通路になってますので、ありがとうございます。はい、ではで口、まあ、口も選べます。まあ唇厚い人か薄い人まで選べて、まあ位置も当然変えれます。なので目の位置と鼻の位置と口の位置でちょっとこう顔の頭身をコントロールしてもらえると、まあ自分好みの、顔になってくるかなと思います。でそこからひげ、まあ、この辺も選べます。まあ、今まで通りな感じなんですけど、いろいろ設定されているので選んでもらって、髪色と合わせるなら色合わせてもらったりっていうのもできます。はいですね、はい、ざっと言って、うん、女の子でもやってもいいですよ。はい、はい、女の子みたい、女の子しますか。はい、じゃあ性別を戻っちゃいますよ。もう、はい、で女性ですね、はい、まあ、これも、一応開発の方から、組んでも組ませてもらっているプリセットがあるので、まあちょっと好みに近い顔
選んでもらって。可愛いですね。みんな可愛い、ね、ミスワールドって感じ。いろんな国のミスワールド女の子、可愛い子たちが、はい、でこの顔型もちょっと丸みだったり骨張ったりもあって、うん、まあこの辺ずっと一緒です、はい、で女性でも結構シワ出ますんで。あ、そうですね、シワはいいよ、まあ、まあこの辺は好みですよ。こう年齢上げていただけると、まあ女性はね、でもさっきの、まあ、そんなに、はい、男性よりはちょっと浅めですけど、うん、まあ肌色の色味でもだいぶ見え方違うんですけど、まあこの辺も女性もできます。ちょっとあった方が人間味があってなんかいいかもしれない。ちょっと髪の毛が、うん、分かりやすい髪の毛にして、はい、先ほどは好みですね。で髪型もちろん男性女性先ほど言ったような感じで合わせれますし、眉毛も当然同じようにできますと、はい、目もまつげね。そうですね、はい、でまつげが結構長くなったり、まつげ、はい、これね結構印象が変わるんですよ。ほらメイクと一緒ですね、はい、でこういうのでも、まあ、ちょっと好みのすっきりさせたい人はやっぱ短い方がすっきりしますし、まあ、長い方がこうパチッとするんで、まあ、ちょっとそういうのも派手になるかな、はい、で鼻とか口とか、まあ、この辺一緒です。ずっと一緒で、はい、かわいい、かわいい口になりましたねこれ、はい、で今回ペイントが一応2種類選べます。お、なんかすごい、はい、こういう色も選べるんですか。ね、これ一応どういったものがまず貼られるかっていうのをまず選んでもらって、はい、でそこからまた色とか位置ですね、はい、まず何か分かりやすいやつ選ぼうか。どれがいいかな。まあ傷つけるのかわいそうやな、うん、そのほくろっぽいのでいいんじゃないですか。あ、そのうん、あ、それいくよ。それ、それずらしていったらいいかな。まあいいか、そばかす。あ、そういうのでしょうか。すごいペイント、ペイント、それでしょう、ね、はい、結構目立つものがあります。まあまあまあいいや、はい、選んで、で位置を変えれるんですよ。はい、はい、ほう、これ色もうちょっと色分かりやすい、ね、今どこ、今ね、分かりやすい、透明に近いような感じになっちゃってね。ああ、そうですね、透明度も選べます、はい、なのでちょっと肌に馴染ませたい人は少し透明度を、どこ行った、一番下ほら一番、そうそうそう、はい、それをねぐーっと上げていくと、はい、こんな感じで出てきます。はい、でこれでも一応選び、まあちょっとキラッとさせたい人はメタリ、これかっこいいね、口紅とかもあって、でちょっとメタリックとかを入れてあげるとキラッとするんですよ。なので、まあ、ちょっとこれも位置を、ういう、ね、はい、上下グッと上げていきましょうか。おでこのあたりぐらいに、おでこの方に、正解はそこですよね、きっと、うん、まあまあこれは好みです。好みなの、はい、好みなので、ここから唇とかもできますよ。口紅あるかな。どれや、唇は印象変わりますよ。印象変わりますからね。男性でもだいぶ違ったもんな。これですね、はい、これで、またカラー設定しようか。ちょっとあれ、あれしました、紫っぽいのとかにしましょう。なんでですか、辻本さん好きなのそれ。じゃあ辻本さん好きそうなんで、紫好きなの。好みですか。好みですか、これは紫、はい、でこれも透明度でちょっと馴染ませたりもできますし、この光沢、メタリックとか入れたり光沢入れるとちょっとこうグロスっぽく、あ、はい、あ、悪くないですね。ほら、可愛くなってきた。好みなんだ。はい、まあ、こういう風にちょっと色ツヤ出したりとかもできたりするんで、まあ、結構触り出したらきりないんですけど、はいはい、こういったこともできますと。でそこからさらに、まあ、プレイヤーになった時に、まあ、こう喜んだり残念があったりみたいな表情があるんですけど、その辺のキャラクター性ですね、表情のバリエーションも、まあ、一応どの辺が好みかなっていうのは設定できます、はい、クリアした時にちょっとこうとか、ジェスチャーした時の表情とか、その辺の度合いですね、すごい表情豊かな子にしたいんだったらこう表情豊かなものを選んでもらっておくみたいな、はい、でそこはインナーですね、まあ、この辺は今までの感じですね、色選んでもらったりしますと。あ、かわいい、はい、で今回は、あ、まあ、声も選べますもちろん、はい、で、初期装備、一応レザーとチェーン、あとインナーのままっていうのを選んでもらえるので、まあ、自分がどの辺でスタートしたいかっていうのをこの辺でもうすでに決めれます、はい、さっきまでにあって全部こうライティングも変えれるんで、はい、暗い時の見え方とかも、はい、判断して見てもらった上で選んでいただくことができます、はいはい、で限定特典の、ってずっと言ってたオリジン装備っていうのがあると思うんですけど、はい、
それがね、あのこの初期装備の中に入ってきます、うん、あなのでここでオリジンも選べるようになりますんで、はい、はい、後で説明しますが、パッケージは数量限定で、ダウンロード版は予約の特典になってるやつですね。はい、無印の時のね、はい、オリジン装備、はいはい、まあ、こういった感じでキャラメイク、はい、こんな可愛いのでいっちゃうの、いきましょう、いっちゃう、うん、でも名前は名前はだ、ね、やめてよそれ言うの、カルビ、カルビはおかしいやろ、またカルビ、こんだけ可愛いのに親恨みますカルビカルビ、あと、はい、これも音もいけます、はいはい、これもプリセットで一応あの毛並みと、あー可愛い、これね、すごいですよ、毛並みの柄ですねとか耳の形とか、まあ一応そういうのを組み合わせるんですけど、開発おすすめがあって、ここから一応ね、 これはねちょっと細かいんですけど、毛の長さですか、ちょっとね毛が長くふわっとなったり、あの短くなってザラッとしたりするっていう、毛の太さとかいっぱい、はい、すごい、で毛の太さとかでもまあちょっとふんわり度合いが変わったりしますんで、まあ、この辺もこのほら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 ちょっとザラッ と、ザラッとしてくるんですよちょっとあの設定してるときはちょっと変な感じになりますけどねはい、で肌の色、肌の色、毛の色ですね、これベースの毛の色、そっから、はい、色の設定してもらってあとは模様かな、よ、はい、模様、まあ、あのどういう模様がいいかっていうのも選べます、はい、もちろんこれも色変えれます、はい、ザラザラだ、かわいい、ザラザラ、ちょっと野生っぽいでしょ、うん、はい、でそのここから目つきも変えます、目つき目ね、目、目でね、はい、だいぶ変わりますよ、印象、印象変わります、はい、ちょっとニヤッとした感じとか目つぶり、はい、一応あの悪そうなやついたな今まあデフォルトの顔がこんな感じになるっていう感じなんで、ちょっと分かりやすい目、まんまる、かわいい、まる目が一番、まんまるがいいですか、まんまるがいいんじゃないか、まんまるですね、うん、かわいい、かわいい、まんまるにして、右目と左目バラバラで色つければ、色も変えれます、はい、で耳の形ですね、どんな耳の形がいいか、まあ横に垂れてるやつがいいな、垂れてるのがいいか、はい、垂れてるのがいいかな、かわいいな、まあこれにかわいいな、で尻尾、まあこの辺も形好きなのをしてもらって、まあ、丸いのでしょうか、かわいい、なんか丸やな、キツネみたいになってきましたね、はい、でインナーももちろん変えれて、で声とこれも初期装備、着るか着ないかも設定できます、はい、で、まあどっちでも好みですね、はい、はい、完了です、で装備これ一応設定するんですけど、あのアイテムボックスの中にも入ってるので、あとあと着替えたかったら着替えさせてください、キャラメイク、はい、ちょっと待って、んあのこれであの一応キャラメイク、自分のキャラメイクとお供アイルのキャラメイク終わったので、これで決定すると、先ほど途中だったんですゲーム、はい、名前聞かれたじゃないですか、そこに戻っていきますので、そこはまた見てください、はい、はい、ロード画面に出てるこのエンブレムが5機団のエンブレムです、あ、私たちってことですよね、ハンターですよね、5機団、はい、はい、お近づきに、はい、推薦組同士頑張ろうぜ、乾杯、はい、古竜はなんで新大陸に向かうんだろうな、あんたは新大陸に古竜の秘密があると思う？調査が始まって40年ぐらい経つんだとさ、ギルドは俺たち5機団の派遣で古竜あたりの謎が解明されるのを期待してるらしいぜ、そういえば推薦組って2人1組が原則らしいよ、あなたパートナーとはもう会った？わかりますか？さっき突然波の音が変わったんですよね、陸が近いからかな、あなた推薦組でしょ、よろしく、さっきの話ちょっとだけ聞こえたんです、はじめまして、何を隠そう私も、
かに着きましたね、一応。そうですね、先ほどちょっと接触した岩場に、はい、ちょっとふるい落とされてしまって、なんとここからもうゲームになります。プレイしてます。はい、実際にも触ってます、これ、はい。で、これ序盤なので、いませんか、このようにですね、基本操作とかも教えてもらいながらストーリーがちょっと進んでいきますので、はい、見てください。全部操作してますからね。はい、今徳田が、はい、エアブルですね、はい、操作してますんで。急いで。とにかく上がりましょうと。で、まあ彼女の誘導に従って動いていけば、まあ話は進んでいきます。というわけでここで一回止めても、はい、緊張しますね。何しろ相手はあのネルギガンテ、全てを滅する古竜とのことですが、一体どんなモンスターなんでしょう。では地図を見てみましょうか。まずはこちらの場所を目指しネルギガンテの痕跡を見つけましょう。今回本当ではターゲットを探し出し時間内に討伐してください。くれぐれもご注意を。ですね、今回本当にこういう風にゲーム中でいろいろ説明してくれますんで、結構ね解説がいらないんですね楽でいいじゃないですか。楽でいいですで、これクエスト行った後でもですね、このようにキャンプでですね装備変えれるんですけど、ちょっと変えてみましょうか。はい、今日は何でやるんですか。今日はちょっとライトボウガンでやろうかなと思ってます。ライトボウガン、意外とボウガン、うん、見せてないですよ。意外とやってないっていうのもありますし、はい、ライトボウガン、エルギガンテと意外と相性が良かったりする部分もあってね。 あとですね、ちょっと徳田座って待っといて、ちょっと待って先にちょっと変えさせて初日やられちゃいましたもんね、エルギガンテ。かわいいあこれをちょっとそのまま待っといてもらったら、見てください、プレイヤー
何も操作しないときなんかちょっと仕草するんですよスリンガーをちょっと調整してみたりとか、この後ナイフ出すかな、ナイフ出す、まあ、辻本さん気に入ってますけど、これ好きなんですよ、好きですよ、ね、自分が見たいだけやから、そうそう、もう行こうやもう何も操作しないから全然出さないですエルリガンって行きたいよね、ほら、うん、ほらほらナイフはいっか、次の時ナイフはいっか、ナイフいいの、はい、じゃあどっか違うところで見せるか、あのカップン TV とかそっちで見せるか、はい、あ、ほら、なんかやりだしました、ね、ケトルの様子を見たりとかね、うん、あ、湯加減見てんのかな、ええ、全然ナイフじゃないんですね、ナイフじゃなかったですね、はい、あの体力減ってる時にテントの中戻ってくるとあれ飲むんですよ、ピーって、あ、そうですね、回復薬ですね、はい、食事してきます、試し食いましたか、はい、これあのこういう風にフィールド上でも今回食事できます、はい、さらにフィールド上ではこうやってですね、受付嬢の子が作ってくれるんです、はい、うまそう、あ、なんか匂いしてきそうなぐらい、なんか匂いしてきた気がしましたよね一瞬はい、もう満腹でいい感じで体力も上がったんで行きましょう、いよいよ、いよいよ、さあ、はいよ、ネルギガンテね、お、なんかあの青いのはこれはシルベムシなんですね、これシルベムシです、ってます、はい、今まで緑だったですけど、はい、あの特別に強いモンスターがそのフィールドにいるときはあのシルベムシがこの色になるんです、なのでなんか強いやつおるぞっていうのはあの警戒してもらった方がいいですね、お気をつけくださいという、はい、ことですね、これネルギガンテの痕跡です、おー、これなんだろう、はい、これね、あの体のトゲをね結構飛ばしてきたりするんですけど、はい、まあ、それをね痕跡でちょっと置いていったりとか、 あれね、あれ、なんかいますよ、ほら、なんかいる、見えますか、奥の方に、ほら、ちょっとゴソゴソしてるでしょ、いますよ、あえて痕跡落としてるんですよ、うわこれ、これほら、気づかれてないですね、はい、痕跡落としてたのか、落としてんちゃうかな、落としてないかな、あの辺の足跡とか、そうですね、それじゃない、あった、まだ気づいてない、うん、まだ気づいてない、やばいやばい、しびれてます、やばいやばい、間違えちゃった、もうゴリゴリやってる、なんかやってる、はい、あ、落としましたね、痕跡、はい、痕跡落とすんですよ、ほら全然気づかないですね、あれ後ろ向いてるからですね、後ろにいるから、はい、自分前だったらもう即やられてます、はい、なのでモンスターがその自分の行動で痕跡落としていってるんで、本当になので、あの痕跡を追いかけてるだけでも意外と追いつきますね、翼を、はい、さあ、あ、ついに前方に出てきましたか、やばい、でかいでかいでかい、うわ、はい、まあ、このモンスターの大きな特徴はまあ皆さんも見てわかると思うんですけど、あの全身にあるトゲです、はいはい、トゲが非常に、まあ、厄介な代物でして、まあ、基本はこういう感じであのすごいどんどん来る武闘派なモンスターなんですけど、はい、すごいこのキャラって再生能力が高いんですね、で V とかがちょっと傷ついたりとかするとすごい勢いで再生するんです、で再生するとトゲが伸びてこう攻撃力が上がってくる、今あの首周りちょっと白いトゲが伸びてると思うんですが、はい、この状態がもうすでにあのトゲが強化されてて、攻撃するたびにこうトゲが飛んでいったりとか攻撃力が上がったりとします、なんでそこに入ったんですか、なので、この状態非常に危ないんですけど、はい、おー壊した、あー壊されたあれあの実はあのこの装飾モンスターたち危ないんで、あのみんなで防御の陣形をもう変なこと言うからですよもうちょっとやりましょう、強い強い強い、まだあの説明仲間だったすいません、はい、あのそうあのトゲが白いうちはですね、攻撃力、まあ、トゲ飛ばしてきたりとか攻撃力も高いんですけど、はい、その分 V も柔らかいので、うん、まだ白いうちはチャンスはチャンスだ、チャンスはチャンス、行かなきゃいけない時というか、はい、むしろ、プレイヤーはその白いトゲを壊していきたいんです、じゃないとあのより悪あのまずい状態になっていくんで、うん、もうでも帰ったらまずい状態になってんじゃない、なってると思いますね、カチカチになってると思います、ね、食べながら歩いてるんですか、あ、はい、今まではこう肉とかも全部ね止まって食べてたんですけど、走りながら肉も食べれますし、まあ回復とかも移動しながらできます、はい、
いるかな、いた、いるいる、ほらもう真っ黒ですね。で白いのが黒くなるとこれがやばいんです、うん、一番あの硬いし強いしっていう状態になっちゃうんで。黒くなってますめちゃくちゃ、はい、はい、でプレイヤーがやっぱり攻撃しても、V は傷つくので、はい、もちろん強化されますし、こいつ自分の攻撃でも勝手に傷ついていくので、なのでほっといてもやっぱどんどん強くなっちゃうっていうのがあって、なるべくその V 破壊をこうコントロールしていきたいっていうモンスターですね、はい、さあここから巻き返せるんでしょうかね強いっていうのは伝わってますよ、さすがメインだなと。めちゃくちゃ僕がね、いらんことをやってって言っちゃったのがまずかったまあでもガンナーは本当に深追いしなければ距離が出るんで。そうですね、あとこのね、設置榴弾っていうこの地雷みたいな弾をですね、はい、ライトボーガン打てるんですけど、このネルケガンっていうのは攻撃でも起爆できるんで、はいはい、こういういろんな攻撃範囲が広いモンスターについては結構これが有効だったりしますね。そうですね、はい、でライトボーガンどうしてもあの火力不足なところもあるんで、こうですね、ああいうのを使ってちょっとダメージ取っていったり、あとのけぞり誘発させたりするっていう、あれ仲間のハンターの攻撃でも起爆するんで、はい、まあみんなで協力してああいうの打ち込むと結構火力が伸びていきます。今左の肩が白くなったかな、なってますね、左の肩、あ、白くなってますね、なってるでしょ、あれほっといたらまたやばいんですよ。なのでこの状態でここに攻撃を集中して集中していきたいんですが、いけるかな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 、危ない危ないよ、あ、左、右手もなっちゃう、危ないよと、あ、うおー、ナイス、どうなったかな、ナイス、どうなったんだろう、どうなったんだろういけたかな、あ、左まだかな、うわ、音が飛ばし巻きましたね、音もがもう、音も狙われてますね、今よかった、今あ魚が出てきた驚いちゃいますよね、驚いちゃいますよ、怒ってますね、もうここちょっと水辺で危ないんで、うん、あ、はいはい、連れてきます、はい、ほう、ちょっと誘導するそうです。さあ今から見てるという方もモンスターハンターワールドのメインモンスターを今実機でプレイしてます。よかったら写真とかも撮れるのでぜひ見ててください。そうか、今からね見た方もいるかも、はい、発売前なんで、ね、わー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 、狭い、あー、わー、やばいんじゃない、やばいやばい、危ない。しかしですね、こういう時はなんかしてるのかしら、奥で、あ、切れてない、やばい、やばい、やばい、切れてない、切れてない、やばい、やばい、切れてない、やば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 い、危ない危ない、あ、切れた、オッケー、不動の装備ですね、はいはい、音が回復してくれました、はい、のけぞらえをのけぞらなくなるので、攻撃受けてものけぞりしにくくなるので、まあ攻撃に集中できる装備ですね、はい、あんな感じで、まあ、一定時間これが有効です、はい、有効です。今ほぼ全身の部位が黒いトゲに覆われて近かってますね、はい、もう少しかな、はい、もうちょっとかな、まあ、この状態になるとさらにやばいんで、はい、気をつけたいとこなんですけど、やっぱりなっちゃいますねまあ逆にちょっとよっ、もういけた、今右肩が白くなってますよね。そうですね、はい、そこをね壊したいんですけど壊せないかもな、これこれは無理そうだな。ただまあ全身、お、いけましたね、いけましたね、さっき設置した起爆榴弾で壊れましたね、はいはい、まあ、ああやって本当は V をねしっかりコントロールしていくっていうのが、まあ、このモンスターの、まあ、攻略というかですね。最後ね、多分この全部の V が、黒く、トゲが長い状態になるとですね、こいつのまあ必殺技みたいなのもやってくるんで、せめてちょっとそれをお見せしたいなと思ってるんですけども、やるかな。疲れましたね、こいつ。お、疲れた。これは意外と巻き返している。お、よいしょ、お、やってくれそう。どうなんですか。どうでしょう、もう少しかな。もう少しじゃあ見てみましょう。そういうの効果時間も切れてしまったんで、むしろ僕がやられる可能性も設置榴弾あんな感じで仕掛けておくと結構役に立ちますよね。はい、
今日はもう皆さんに使用していただける整理券がすでに配布終了になっているので、ぜひゲーム画面見てていただきたいと思います。そうですね、そうですね、ぜひ、はい、こういうゲーム画面だけでも結構今回たっぷりお見せしてますんで、やばいかなこれ、はい、だめなるかな、無理飲んでる、なるかな、もう逃げ回るしか結構じゃあ賞賛はっていうところであでもね、もう少しだけ見ていきましょう、来るかな、もう少しだけ、もう少しだけ、はい、もう少し、もう少しこのメインモンスターを眺めときおきましょう。やり方をちょっと壊してしまったんでね、それが、おっ、来た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 、これです、ドガーンっていうのが、うわー壊していったね、いろんなもの、そうやると自分でトゲも破壊してリセットされて元、もう一回最初からの状態でスタートになるという、いいね、まあ、はい、という感じで、これが今回のモンスターハンターワールドのメインモンスターのネルギガンテです。はい、はい、討伐の方はです